はい、どうもこんにちは、横川です。今回はデスリンガー使っていこうかなと思います。お願いします。てなわけで今回は、簡略ずさん破滅、最後のお楽しみという構成で、まあ、いつも使ってるバベチリ、イタチ、堕落の介入は使わずに立ち回っていこうかなと。まあ、前回ね、通常殴り構成をね、リクエストでやったんですけど、今回はそれのね、デスリンガーバージョンでちょっとやってみようかなと。思います。で、まあ、索敵がねなくてちょっとね、まあ、実際やってみてきついなと思ったんで、まあ、索敵の代わりに、まあ、繋いでる間あの生存者のオーラが自分の脅威範囲内にいる生存者のオーラが見えますよっていうアドを持ってきました。これ騙しましたね。あぶね。でもこれ繋いでる間見えてもちょっと分かりにくいな。やっぱなんかデスリンガーのパッとせえへんな。アドオンがなんかねいまいちパッとせんね。これならバベチーの方がまだマシかな。まあね、弱いキラーではないんですけど、ちょっとまあパッとせんね今んとこね。アドオンがねどうしてもねパッとせんよな。これ明らかにこの辺おるね。どっかしゃがんでない？あんな痕跡残ってて。ここにおるんか。あ、そうですよね。なんかおかしい思たわ。避けられた。ただこれは真ん中持っていってもええかもね。一人多分気づいたザリーナさんがこっち見ましたね。多分おるかなこれ。よし、板当てと同時に救助とはやりますね。しっかりした連携が取れてますね。さあデビキン行きましょうか。お、引っかかってる。これはモロタかな。ほい、あ、ほい。いやー、破滅が壊れたか。安定感に欠けるな、やっぱり破滅は。悪くはないねんけどな、ちょっと安定感欠けますよね。最近なんかいろんな構成試そうかなって思ってんだけど、結局バベチリに立ち堕落は入れちゃいますよね。まあ、やっぱ強いし、まあその今のデッドバイの環境自体がまあ、ちょっと言い訳になっちゃうんですけどね。どうしてもそのあまり融通聞かせるような状況でもないっていうとこがね、なんとも言えないと言いますか。これ殴るだけ殴っとこうか。ほい、モロタイ。担ぎましょうか。起こされたら困るんで。この子、オブスやったっけ？ちゃうな。あれー、あの子、俺、どこでダウン取ったっけ？デッドハート見ようか。なんかありそうやね。あったね。ほいな。こっちから持っちゃうか。さっき、ボーイの方をついたかってんけど。あ、でもこれ、フック近いから美味しいね。まだ起こされてへんし。よし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 、これ状況悪くないんちゃうかな。お楽しみのトークンも
8個も溜まってるし、いけそうやな。ただほんまにこのマジでデススリンガーくんのウルトラレアードンがマジでほんま言い方悪いねんけどほんまに役に立たへん。こんな役立たへんことあるっていうぐらい役立たへんもんね。これはこれ仕切って武将だけはしました。でダウンだけ取っといて、この子ストライクあるんかな。あ、外してもうた。これは俺が下手くそやった。ここまで行ってこれで引っ張ったら、あ、無理か。こんなんちょっと後手踏んじゃったけど、まだ展開余裕あるんで釣っちゃいましょうか。一人キャンプデック生きるっていうムーブが良かったんやけど、なかなかできませんでしたと。ちょっと大人の事情でケーキをね3つ使ってくださってたんで、ちょっとだけね忖度じゃないですけど、ちょっとだけやっちゃいました。さあさあさあ、まあでもこれ基本的にこういう感じの立ち回りで良さそう。距離おるね。デビキンさんラストなんで、これ追いかけちゃいましょうか。ういまあこの辺はお楽しみの強いとこやね。まあ、出た当初にこのコンボが強いんじゃねえかって動画にしたんですけど、やっぱこのお楽しみを入れることによってこの攻撃後の硬直がね少なくなるんで、やっぱこのコンボ強いよね。やっぱデスリンガー君はずさんの相性いいと思うんですよね。最初なんか微妙かなと思ってたんですけど、やっぱずさんの相性いいと思うわ。で製造者もう全然発電機回してないですよね。よけたね。キャンプ仕切ってもいいかな。一人動き止まってるん確定してるし、さっきまでずさんの治療してたんでね。まあどうしてもちょっと濃い立ち回りになっちゃうねんけど、今行きましたね。からってとこだよね。これ普通に折ってくれるかな。板使いそうやな。リロードしよっか。あ、外してもた。もったいな。あー、ちょっとあそこで起点作りたかったのに、もったいないな。多分そこ行くよね。もうほんま俺この辺下手くそやわ。立ち回りが甘すぎる。ほんまにこんなんやから鬼はボランティアでしてるとか言われんねん。オッケー。近くめちゃくちゃ回ってるけど、まあ大丈夫やろ。いやー、回りそうなの多いな。よし、しっかり遅延して。デビキンもリーチですからね。ふい、そこつけた。見えるかな。目悪くなったんかな俺。索敵ほんま下手くそなったな。あ、おったっぽいな。よし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 。小屋板切れたんでかいね。
まあ追わなくてもいいかな、ここはしっかり遅延入れて。このアドオンほんまに役立ってない、やばいっすねこれ。ここには来てへんのか、どうしよう。でもこの3つ固めたいよな。まああそこはいいとして、触ってるな。これ殴れますね。いやー、これで負けたらマジ笑われるよな俺。この展開で負けたら、回してるし。いやでも破滅あのタイミングで壊れてよくやってるよこれ。うん、イタチやったらもう結構楽やったねこの試合。まあそんなたられば言ってもしゃあないねんけど、デビキンおったね。しっかり引き切ってから、あ引っかかってる。この人デッドハートあるんでね、また引っかかってる。これ食えるな。よし、さあ回りそうな圧電機2つ、いけるかなこれ。見えた今、最後の最後に最後の最後に役立った。これいけるな。よし、最後の最後に役に立ったな。でもこの何アドオン使いにくすぎひんか、さすがに。あれ今一瞬鹿に入ってんけど、わからんくなった。いやほんまにあかんな、メガネかけてんのにな。そこにおったんか。はい、ということで、試合の方終わりまして、まあ、対戦ありがとうございましたということで、まあ、今回使った構成なんですけど、破滅図3、最後の楽しみ、簡略ですね。まあちょっとやっぱりその、何や、三種の神器でいうところの、まあバベチーであったりとか、堕落の介入であったりとか、イタチが飛び出した、まあ、この辺がないと結構、まあ、やっぱ安定感に欠けますよね。まあやっぱどうしてもね、汎用性のある構成を使いがちでね、まあ皆さんにね、面白構成とか紹介したいんですけど、やっぱね、ちょっとね、自分自身使っててもね、あんまり楽しくないなっていうところはちょっと出したくないんでね、まあちょっと、まあ似たり寄ったような構成が最近増えてきてるんですけれども、まあ環境が環境なんでね、ちょっと仕方ないのかなというふうに思っております。はい。で、アドオンが、まあ、ヘルシャの鉄を今回初めて動画で使ったんですが、まあ最後の最後ですね、まあ、最後の最後にようやく光って、でもやっぱちょっと使いにくいかな。もう一つのなんか15メートル以上繋いだ時は無防備が入るっていう効果もあるんですけども、それも使いにくいんでね。まあ、あれやね。まあちょっとまあ能力がね、まあそこまで弱くないというか、まあ結構強いキラーなんで、まあこの辺はアドオンで調整してるのかなというふうな感想ですね。で、まあ監視の鍵に関してはやっぱ安定感あります。やっぱ強いです。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が少しでも役に立った、面白かったと思っていただけましたら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは、次回の動画でまたお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。